面倒なことが嫌いな俺は、大学在学中の就活でも、一番最初に内定をくれた企業に行くと決めていた。不動産会社に入社して、営業として働いていた俺だが、営業職が性に合ってたのか、常に成績はトップだ。そんな俺は、上司から社運をかけた大きな契約のプレゼンを任されていた。プレゼンがある日の前夜に、取引先の接待で、料理屋に行った帰りに駅に向かっていたら、路地裏の方から女性の声が聞こえてきたのだ。薄暗い路地裏の方に目線を向けると、大学生らしい女の子が男に腕をつかまれていた。やめてください。話して。面倒なことが嫌いな俺はスルーしようとしたが、女の子が車に乗せられそうになった瞬間、勝手に体が動いていた。しかし、カッとなった男に顔を殴られた俺は、その衝撃で壁に背中を打ちつけて気を失ってしまう。この責任を取って、今日付で君は異動だ。俺の名前は天野恭一。不動産会社の営業職として働く30歳。どこにでもいるようなごく普通のサラリーマンだ。ただ入社して気づいたのだけど、どうやら俺には営業の才能があったらしい。この仕事が好きとかプライドを持ってやってるなんて信念なんてものはないけど、なぜか営業成績は入社当初からトップクラスだ。狙っているわけではないけど、俺が取ってくる契約はでかいものばかりで、社内ではそういう分野が得意と見られている。仕事に情熱を燃やしているわけでもなく、単純に毎日安定して生活していくために働いているだけだ。ほんと、生活をするためにって考えてたから、就職活動をしている時も、最初に内定をくれた会社に行こうって決めていた。そうして入った会社が、この不動産屋だったってだけ。そんな俺に愛社精神を説かれても、共感できるわけがない。しかし、今晩もまた、係長の愛車話を聞きながら、好きでもない酒を飲んでいる。これも人間関係を円滑にするためのものだと思えば、我慢できるというものだ。明日、会社の命運をかけた契約がある。その相手先のお偉いさんたちが、今晩の接待相手というわけだ。どうせ明日契約するんだから、契約を結んだら飲めばいいのに、と思う。内心ではイライラしながらも、表面上は笑顔を保つ。営業になってから身につけた俺の特技だ。明日はよろしくお願いします。笑顔で取引先の担当を乗せたタクシーを見送り、やっとお役御免となる。この頃には俺も疲労困憊。それなのに自分の係長を乗せるタクシーを拾ってこなくちゃならないなんて拷問だ。やっとの思いで拾ったタクシーに上司を詰め込み、思いっきりドアを閉める。それでも係長は、明日は遅れるなよと念を押すことは忘れない。この俺の直属の上司。仕事の内容には全く興味がないくせに、手柄だけが欲しい人だから、自分一人で契約に臨むことができないのだ。明日は他にも競合相手が来てプレゼンをする。
その中から契約相手を決めるから、俺のプレゼンで左右される一発勝負だ。初めてプレゼンを任された時は、頼りにされていると思って気合が入ったけど、打ち合わせもそこそこに全てを俺に丸投げしたくせに、契約書の担当社員は自分にしている。いいように利用されてるわけだ。係長が乗ったタクシーを見送った俺は、自然と大きなため息が漏れた。さっさと帰って寝ようと思い、最寄り駅に向かって歩き始める。平日だというのに人通りも多く、足取りがおぼつかない酔っ払いに当たらないよう歩くのは割と骨が折れる。人混みが鬱陶しくなり、なるべく人が少ない道を選んで歩いていたんだけど、この判断があだになってしまった。やめて、話してください。路地裏の方から若い女の助けを呼ぶ声が聞こえる。反射的に声の方向へ目をやると、眼鏡をかけた小柄な女性と、いかにも遊び人って感じの男が何やら揉めているようだった。男は小柄な彼女の手首をつかみ、俺がいる場所とは反対側の出口へ彼女を強引に引っ張っていこうとしている。出口には仲間らしい男たちが白いワンボックスカーの後部スライドドアを開けて待っていた。これはさすがに犯罪現場なんじゃないかと思うけど、面倒ごとに巻き込まれるのは勘弁とも思う。スルーするかどうか迷ったその時、引っ張られている女性とバッチリと目が合ってしまった。メガネの奥の瞳がすがるように俺を捉える。俺は次の瞬間、男と彼女の間に割って入っていた。自分でも信じられないくらいの速さだ。考えるよりも先に体が動いていた。彼女の瞳にはそんな不思議な魅力があるのだと思う。嫌がってんだから話せよ。それにあの車、あんたの仲間だよな。これじゃあ拉致だろ。立派な犯罪じゃないか。俺の言葉に少しひるんだのか、男は彼女を掴んでいた手を離す。彼女を背中で隠すように男の前に立ちはだかると、諦めろよ、と少し声を荒げて言ってみた。正直、喧嘩は得意じゃないし、揉め事も面倒事もノーサンキューだ。そんな俺を突き動かした彼女の目力は恐ろしいものだ。おっさんは引っ込んでろよ。怪我するぞ。お決まりのセリフを吐くとは、なんて芸がない。よく見ると、まだ大学生のような風貌だ。ねえ、こいつら友達なの？俺は振り返り、女の子に聞いてみる。大学で見かけたことある程度で、友達でも何でもないです。はっきりとした口調で女の子は言った。男は一瞬、彼女の言葉に傷ついたような顔をする。その後も男は諦めずに、女の子を連れて行こうと手を出してくるから、俺と押し問答になった。すると、パトカーの音が遠くから近づいて、こっちに向かっているようだ。多分通行人が見かけて通報してくれたのだろう。男はパトカーの音に気づくと小さく舌打ちをした。よし、これで終了だ、と油断した瞬間、すごい勢いで重いパンチが飛んできたのだ。そのまま壁にぶち当たり
ブラックアウト。俺が覚えているのはここまでだ。背中が痛みで目が覚めると、そこは全く知らない部屋。カーテン越しに太陽の光が差し込んでくる。殴られた方も痛いが、とにかく壁に打ちつけた背中が痛い。ガシャンガシャンという機械音が下から響いてくる。どうやらこの部屋は2階のようだ。それになんだか懐かしいインクの匂いがする。俺は寝かされていたベッドから起き上がる。いて。背中を触ってみるとヒリヒリして擦り傷ができているようだ。今何時だ。部屋の中を見回すと、壁にかかっている古めかしい時計が14時を指している。不思議と焦りとか絶望は感じなかった。今日は大切な会合がある日だというのに、会社を無断欠勤している。社運がかかった契約は誰がプレゼンをしたのだろうかとぼんやりと考えたが、面倒になってやめた。枕元に置かれていたスマホは倒れた時に落としたのか、画面が割れ機能しなくなっている。故意ではないにしろ、俺は大切な日に会合をすっぽかして音信不通になった社員になってしまった。さぞかし上司は焦っていることだろう。日頃から美味しいところ取りをしているんだから、たまには自力でやってみろと意地の悪いことを考える。俺は自分の置かれてる状況を把握しようと、機械音の聞こえる階下へと向かう。2階は居住スペースになっているようだ。キッチンの食器の数が少ないから、2人暮らしくらいかなぁと勝手に想像をしてみた。しかし、ここはどこなんだろう。目の前には大きな機械と、壁一面に金属で作られた版が並べられている。子供の頃に社会科の教科書に載っていた昔ながらの活版印刷所なのだろうか。そして機械の横には背の高い男性が一人、ハンプでできたエプロンをつけて作業をしていた。恐る恐る声をかけると、男性は機械から顔を上げると俺の方に向き直る。そしてニカッと笑った。おお、起きたか。夕べは大変だったな。妹を助けて帰り討ちに会ったんだって。男性は昨晩助けた女子大生の兄だと名乗った。昨晩彼女は気絶した俺をこの場所まで引きずってきたらしい。背中の擦り傷はそのせいか。兄と名乗った男性も、救急車を呼ぶか自分を呼べばいいのになぁと、ちょっと申し訳なさそうに笑った。とりあえず連絡したいんで、電話を借りてもいいですか？俺、無断欠勤なんで。男性は、俺の方にポイッとスマホを投げた。画面はロックされてなくて、待ち受け画面は兄弟が仲良く笑っているスナップ写真だった。兄弟仲がいいんだな。会社に連絡をした俺に浴びせられたのは、上司からの罵声に次ぐ罵声。なんだか一人で聞くのももったいない気がして、途中からスピーカーにして彼と一緒に聞く。活版印刷の職人である彼の名前は順次さんと言った。とりあえず出てこいと言われたから返事をして俺は通話を切る。すげえな。
まあ今回大きな仕事だったんで。でもな、無断欠勤した部下から連絡があったら、まずは何があったのかって心配しないか？それもなしに人格まで否定するような罵声だろ。俺には意味わかんねえ。そう言ってまた作業に戻る。確かに今回は社運をかけた大きな契約だけど、そもそも俺一人に丸投げしてるのは、サポート体制が整っていないというのもどうかと思う。一応上司には進捗状況を報告しているわけだから、こんな時にフォローくらいしてもいいんじゃないか。まあもっともそういう器なら美味しいとこ取りなんてしてないよな。クビになんの？ガチャンと重い音を響かせて、印刷機のハンドルを操りながら淳二さんが聞いてきた。よくて左遷かな。めんどくせえ。一応は人助けなのにな。このまま会社に行ったところで事態が好転することはないと思うと、出社するのも面倒だ。そこへ一区切りつけた淳二さんが、飯食おうぜと俺を2階へと誘った。その時両手にドラッグストアのビニール袋を持った昨晩の女子大生が入り口のドアを蹴って入ってきた。お兄ちゃん、あの人大丈夫？両手が塞がっているのでドアを蹴るしかなかったのだろうが、それにしても勢いが良かった。おう、おかえり。こいつさ、お前のせいで左遷かクビだってよ。淳二さんがマリをからかうように言う。すると両手に持っていた荷物をポトンと床に落とし、青ざめてしまった。え？そう叫ぶと俺の方をきっと真剣な表情で見つめてくる。あまりにも真剣な表情で見つめてくるから、俺はちょっと緊張して背筋を伸ばした。わかりました。あなたのことは私が責任を持って面倒を見ます。だから安心してください。は？鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしている俺を見て、淳二さんは腹を抱えて笑い転げる。どうやらマリさんは人とずれたところがあるらしい。お前、養われてる身の学生が何言ってんだよ。なんで笑うの？私は真面目に言ってる。マリちゃん、ありがとう。気持ちだけもらっておくよ。マリさんのおかげで肩の力が抜けた俺は少しリラックスして出社することができた。就業時間ギリギリに着いた俺が自分のデスクにカバンを置いていると、すぐに社長室から呼び出しがかかる。社長室に入ると課長、部長、それに社長と勢ぞろいしていた。全員が眉間にシワを寄せて俺を睨みつけている。君は自分が何をしたか分かっているのか？君のせいで今回の契約は他社に持ってかれたよ。どれだけの損失を会社に与えたか分かるか？怒りを抑えたような低い声で社長が言う。社長の言葉に部長も課長もうなずいている。部長も課長も責任をすべて俺に負わせて処理したいようだ。この責任を取って今日付で君は異動だ。受け取った辞令に記載されていた異動先は官職ばかりが集められた署だった。辞令は結構です。その代わりこちらの受理をお願いします。そう言って俺は
スーツの内ポケットに忍ばせておいた退職届を社長に渡した。淳二さんのところで書いたものだ。社長と部長の顔色が一瞬で変わった。やはりそうか。一応、左遷してほとぼりが冷めた頃に呼び戻すつもりだったらしい。ところが、俺が退職届を出したものだから、社長たちの目論みが外れてしまったというわけだ。営業成績が常にダントツトップの俺が退職したら困るのだろうけど、それは一時的なもので、他の営業が補えばいい。俺はあの係長にこれ以上利用されるのはごめんだ。お言葉ですが、私はこういう不測の事態に備えて、プレゼン資料を2部用意して、一部を係長に渡してあります。誰も資料に目を通していなかったってことですか？そんなの当たり前だ。営業である君の責任だろ。なるほど、わかりました。失態は社員に責任を取らせ、社員のフォローはしないのに、自分たちの得になることだけを欲しがる会社にはいられません。今日付けで辞めさせてもらいます。会社を辞めてどうするつもりだ？今の給料を他の会社で出せると思うのか？社長の怒声に、俺は振り返り、にっこり笑う。俺の笑顔に、社長はちょっと引き気味だ。実は以前から今と同じ条件にするから来ないかって声をかけてくれてる会社があるので、そちらでお世話になります。そう告げて社長室を出る。お前はクビだ。俺の背中に向かって社長が言っていた。正直言ってものすごく清々した。翌日、俺はあの兄弟が営む谷口活版印刷所へ足を運んだ。社長には大見得を切ったが、本当のところは他社に声をかけられていない。ただ、俺の営業成績から行けば、好条件で雇ってもらえるところは何社かある。しかし、これですぐに転職してしまうと、前の会社との兼ね合いが面倒なことになる可能性が高い。それならばと、淳二さんに頼んで、次が決まるまで工場を手伝わせてもらうことにした。責任取ってもらいに来ました。と、大きな声で冗談っぽく言って工場に入っていく。奥から走り出てきたマリちゃんが、承知しました。と、真顔で敬礼をして迎えてくれた。マリちゃんは生真面目なんだろうけど、微妙なずれ具合が面白い。バーカ、冗談に決まってるだろ。そう言いながら淳二さんはお腹を抱えて笑う。事情を説明すると、マリちゃんは、そうなんですか？それじゃあ私の出番ないですね。と、これまた真顔で言う。そんなマリちゃんを見て、淳二さんの笑いが止まらなくなる。マリはさ、もう少し自分のために時間使えよ。来年には就活も始まるし、卒業論文だって書かなくちゃならなくなるだろう。今回は天野くんに少しの間手伝ってもらうけど、その後はバイトを雇ったっていいんだから。お前までこの家に縛られなくてもいいんだ。私は縛られてるわけじゃない。好きでやってるの。お兄ちゃんは大学を辞めてまで工場を継いだじゃない。私にも工場を守らせてよ。本当にこの兄弟は、仲がいいんだな。見ていて微笑ましい。淳二さんとマリちゃんのご両親は、
10年前に不慮の事故で他界している。女の子がいないからマリちゃんを養女に欲しいわ。この工場を売れば順次の大学費用はなんとかなるだろう。そのお金とアルバイトで生活しながら大学を卒業すればいい。親族がご両親の葬儀の時にそんな勝手なことを言ってることに腹を立てた順次さんは、大学はやめて工場は俺が継ぐ。そしてマリも俺が育ててみせる。そう親族に啖呵を切ったそうだ。最初は失敗の連続だったけど、お父さんが懇意にしていたお得意さんが面倒を見てくれたおかげで、なんとか仕事が回るようになったという。両親を亡くしたばかりなのに、マリちゃんと離れて暮らしたくない。両親の形見の工場を守りたい。その一心で頑張ってきたそうだ。そんな順次さんの頑張りを近くで見ていたから、マリちゃんも一生懸命に手伝っていたのだ。お互いを大切に思っているのが旗で見ていてもわかる。順次さんは今の活版印刷だけでは今後生き残っていくのは厳しいと、専用のパソコンを導入して勉強している。マリちゃんもお兄さんの役に立てばと大学ではグラフィックデザインを専攻しているそうだ。俺は今まで何かのためにと頑張ったことがあっただろうか。大学も就職に有利になるようにと決めただけで、ただ行って講義を受けて友達と遊び、時期だからと就活をしただけだ。そして何も考えずに一番最初に内定をくれた会社に就職した。とりあえず生活できればいいやと思って仕事をしてたけど、営業が性に合ってたようでトップセールスになれた。でもそこに達成感ややりがいなんてものはない。二人を見ていると、俺って何もないんだなぁと思い知らされる。そんなある日、2階でいつものように3人でお昼ご飯を食べていた時のことだ。ちょうどつけていたテレビで都内の歴史的建造物の特集をやっていた。俺は歴史的な建造物が好きで、休みの日にはそれを見て歩くのが唯一の趣味だ。画面に出てくる建造物の説明を二人にしていると、マリちゃんが俺の顔をじっと覗き込んできた。ああ、ごめん。うるさいよね。喋りすぎたかなぁと、俺はマリちゃんに謝る。そうじゃないです。彼女は首を横に振った。京一さんは歴史的建造物が好きなんだなぁと思って見てたんです。なんで不動産会社に就職したんですか？真剣な眼差しで問われ、俺はすぐには返事ができなかった。順次さんもマリちゃんも工場の将来のことやお互いのことを真剣に考えて生きてきている。それに対して俺は生活できればいいと一番最初に内定をくれた会社に決めただけだ。俺は自分の生き方が急に恥ずかしくなって言葉に詰まってしまった。お前さ、物事を深く考えるの嫌いだろ？前に勤めていた会社も給料をもらえればいいやって感じで決めたんじゃないのか？まるで見透かされたかのような順次さんの言葉に、俺は黙ってうなずく。まあいいんじゃねえか？俺も両親のことがなければそういう考え方になってたかもしれないしな。でもさ、会社を辞めて
気持ちに余裕ができたんだから、今を考える時間に当ててもいいんじゃないかと俺は思うよ。テレビの画面から目を離さないまま言った淳二さんの言葉が胸に刺さる。その晩俺は自宅に戻ると、淳二さんに言われた通りにこれまでのことを考えてみた。確かに俺は適当に生きてきた。会社を決めたのも内定をもらえたからだし、入社してからは惰性で働いてたような気がする。何にも執着も未練もない。女の子だって来るもの拒まず、去るものは追わない主義だった。裏を返せば相手に関心がないということだ。改めて考えてみると、俺の取ってきた態度は相手に失礼だったのではないだろうか。そう思えてきた。俺が就活の時に面接を受けてきたどの企業の担当も真剣にやっていたに違いない。それなのに、俺はどう答えれば相手は好印象を持ってくれるか、それしか考えていなかった。女の子のことにしてもそうだ。告白されたから付き合ったけど、相手を好きになろうとか、そんなことは考えてもいなかった。女の子はどの子も顔を赤くして、たどたどしくも一生懸命に気持ちを伝えてくれたのに、俺はそのことを考えもしなかった。私のこと、本当はどう思ってるの？付き合ってた女の子が俺の態度に違和感を覚えて聞いてきたことに対して、俺は面倒くさくなって別れる。俺って自分のことしか考えてねえんだな。床に横たわり、ぼーっと天井を眺めた。少し視線を落とすと、本棚には建築物の写真集が並んでいる。あの二人に会わなければ、俺は自分と向き合うことはしなかっただろう。ある日突然、両親の残した工場を継いで妹を育てようと決意した淳二さんは、どれほどの覚悟をしたのだろうか。親戚に啖呵を切って、必死になって工場を守りながら、自分を育ててくれている兄の背中を見て、支えようと必死なマリちゃん。うん、このままじゃダメだ。翌日、工場に行った俺は、淳二さんに俺の決意を打ち明けることにした。俺、しばらくの間、旅に出ようと思います。日本国内や海外の歴史的建造物を見て回りながら自分を見つめ直します。今までのようになんとなくで行動すれば痛い目を見ますからね。それにいろんな土地や国の文化に触れることで自分の見識を広げられたらという思いもあります。こう話すと二人は目を丸くして驚いていた。そうか。お金は大丈夫なのか？前の会社に勤めていた時の蓄えもありますし、足らなくなったら現地でアルバイトでもしますよ。そっか。気をつけて行ってこいよ。すごい決断ですね。気をつけて行ってきてくださいね。この一週間後に、俺はバックパック一つで旅に出る。俺は両親と男三人兄弟の末っ子で、母に甘やかされて育った。兄二人とも年が離れていたから、与えられるばかりで自分から何かを欲しがることはなかったかもしれない。だから俺は何かに執着することがなかったのではないだろうか。そんないい加減な態度は、いくら会社で出さないように意識していても出ていたのかもしれない。などと
目的地に移動しながら考える。幸先のいいスタートだ。俺の旅は始まったばかりだけど、数年後には人として成長した姿を谷口兄弟に見てもらおう。大学在学中に頑張って就活していたが、何十社と入社試験を受けたけど、俺のスマホにはお祈りメールしか来なかった。すがる思いで受けた地元の企業でやっと採用されたが、手取りがめちゃくちゃ低い。同年代とは金銭感覚のズレから遊ぶことも減っていった。学生時代に登山部だった俺はソロキャンプにはまり、暇を見つけては山奥のキャンプ場に行っていた。そんなある日、土砂降りの雨に見舞われた俺はソロキャンプを中止にして家に帰ろうとしたら、途中でずぶ濡れになった女性と遭遇したのだ。事情を知った俺は全財産を彼女に渡すが、その3日後に偶然再会した。今日付けであなたはクビよ。俺の名前は富永隆一郎、29歳だ。高校を卒業して地元の大学に入ったが、都会への憧れが強く、大学卒業後は東京で就職したいと思っていた。都会での生活に思いを馳せて就職活動に取り組んだけど、悲しいことに俺のスマホのメールフォルダは日々お祈りメールでいっぱいだった。50社以上に断られると、夢や憧れなんて言ってられなくなり、焦った俺はすがるような気持ちで地元の企業を受けたのだ。それが今の会社だ。小さな会社の上にあまり業績も良くない。入社7年目になるが、同期も俺も昇進どころか昇給もないという、なんとも振るわない会社だ。一応親会社はテレビで CM を流しているくらい有名な企業だが、子会社であるうちにまではその恩恵は届いていない。29歳にして手取り15万円なんて、これじゃあ結婚なんて夢のまた夢だ。その前にこんな給料じゃ相手を探す勇気も出やしない。大学時代の友人はすでに俺の倍くらいの給料をもらっている。仕事の内容もそれなりに満足しているし、職場の環境もいいが、給料の低さだけはどしがたい。就職してすぐの頃は同世代の友達と飲みに行ったり遊びに行っていたけど、手取りの差が開き始めると次第に疎遠になってしまった。俺の方があいつらのお金の使い方についていけなくなってしまったのだ。彼女ができるわけもなく、遊び相手も少ない俺は、毎日家と会社の往復だけ。寂しいと思う時もあったけど、今はそのルーティーンも案外悪くないと思っている。朝は就業時間の30分前には出社して、みんなが来る前に自分の席でゆっくりとコーヒーを飲む。富永、今日も早いな。俺より早く出社しているのは課長くらいだ。一緒にコーヒーを飲みながらたわいない世間話をして、それから業務に取りかかる。自分で言うのもなんだが、俺は真面目に仕事に取り組んでる方だと思う。しかし同僚からは、無駄な努力をしていると、よく馬鹿にされる。まあ、同僚がそう言いたくなるのは仕方のないことだ。入社して7年間、昇給もなければ昇格もない。残業してまで頑張ったところで、つく残業代なんて、スズメの涙だ。そんな会社にさっさと見切りをつけて、転職していった同僚も数多くいる。俺も転職を考えないわけではないが、就職活動の時に落ちまくっていたところを拾ってもらった恩があるから、
なかなか踏ん切りがつかない。それに残業して勤務時間を調整すれば、俺の趣味も兼ねた副業への時間も取りやすくなるという利点がある。この趣味というのは最近になって始めたものなんだけど、親戚が運営するキャンプ場を数年前から手伝っていた。家から車で30分ほどのところにキャンプ場はあり、そこでテントの設営を手伝ったり、薪割りをして収入を得ている。そうは言っても、手伝える時間は限られているから、だいたい片手で収まるくらいの金額だが、手取り15万円の俺にとってはありがたい限りだ。それに、澄んだ山の空気が日常の疲れを癒してくれて、この上ない贅沢なご褒美タイムでもある。都会に憧れ、何十社と入社試験を受けてた俺が、結局山に戻っているのも笑える話だ。しかし、よくよく考えてみると、俺は小さい頃から自然が好きだった。学校から帰ってくると、近所の友達と山に登ったり、原っぱを駆け回っていた。大学時代には登山サークルに入って山ばかり登っていたくらい自然が好きだ。あの頃は楽しかった。仲間たちと焚き火を囲んで何時間も語り合ったことを思い出す。不思議なもので、職場と家の往復だけでその日を終えてた頃は全く思い出すことはなかったのに、キャンプ場のお手伝いをするようになってからは頻繁に思い出す。そんな思い出を懐かしむようにキャンプ場に通う。だんだんと顔見知りも増え、そうするとキャンプ場に行くのも楽しくなって、俺は休日になると仕事がなくても行くようになっていた。リュウちゃん、おはよう。キャンパーたちと笑顔で挨拶を交わす。いつしかキャンプ場の手伝いが俺自身の生きがいになっていた。そんなある日、俺はソロキャンプをするために朝から山奥のキャンプ場へと向かっていた。荷物は後部座席に乗せた大きめのバックパックだけだ。この日はベテランのキャンパーしか行かないあまり知られていない場所を選んだのだが、珍しく俺の先を走る車がいた。その車は急に路肩に止めたが、中から人が降りる様子はない。車のトラブルだろうかと思い、ゆっくり追い抜いて中の様子を見たが、そんな雰囲気ではなかったから、そのまま目的地のキャンプ場に向かった。焚き火で炙ったチーズを少し食べて、軽く腹ごしらえをして、暗くなる前にテントを張ろうとしたら、ポツポツと額に冷たいものが当たってきた。かと思ったら、たちまち土砂降りになって、大きい雨粒はすぐに焚き火の火を消す。天気予報では雨は降らないと言ってたのに。この雨ではテントを張るのも一苦労だし、キャンプを強行して土砂崩れにでもあったら移動が困難になってしまう。俺はため息をつきながら出したテントをそのまましまい込み、荷物を車に戻した。これもキャンプの醍醐味ってやつだな。一泊するつもりだったけど仕方ない。俺は早くもぬかるんできた地面の泥を蹴るようにして車に乗り込んだ。夕方とはいえ街灯のない山道は薄暗く視界が悪い。ヘッドライトをつけないと路肩の方がよく見えなくて危険だ。雨足は一向に弱まらず、雨が車の屋根を叩きつける音がやけに響く。嫌な雰囲気だな。なんだか背筋が寒くなってきた。俺は雨音をかき消すようにお気に入りの音楽のボリュームを上げ、薄暗い山道を早く抜けようと先を急いだ。すると目の前にぼーっと浮かび上がる黒い影が見えた。バスの停留所にしては看板が中途半端な位置にある。それに、かすかに動いているような、と思った瞬間に、
影が車の前に飛び出してきた。慌ててブレーキを思いっきり踏み込む。ギリギリ手前で止められたようで、車に衝撃はない。慌てて車から降りて、ボンネットの前を覗き込むと、人がしゃがみ込んでいた。すみません、大丈夫ですか？全身ずぶ濡れのその女性は、ジーンズに T シャツ、その上に薄手のパーカーを着ていたが、ドロドロに汚れ、長い髪は雨に濡れて顔に張り付いている。それに、この寒さの中で雨に打たれたから、体温を奪われたのだろう。両腕を抱えるようにして、ガタガタ震えていた。何か事情があるのは、火を見るよりも明らかだ。俺はすぐに彼女を抱きかかえ、車に乗せた。大きめのタオルと魔法瓶に入れていた温かいお茶を手渡すと、とりあえず山を抜けますね。そう声をかけて下山を急いだ。彼女は小さくうなずく。彼女と二人きりの車内には音楽と暖房の音だけが響いていた。しばらくすると少し落ち着いた彼女はかすれた小さな声で、ありがとうございます。と言うと、自分がなぜこんな薄着でずぶ濡れになって山道を歩いていたのかをゆっくりと話し始めた。彼女の名前は山本美優。俺の一つ下だった。彼女は今日恋人とキャンプに来ていたそうだ。俺が宿泊予定地にしていたキャンプ場よりさらに奥のキャンプ場だという。そこで恋人と喧嘩になってしまったのだそうだ。彼氏のスマホに知らない女性からメッセージが来ていたのを偶然見てしまったミユが問い詰めた。すると最初はのらりくらりと交わしていた彼氏だったが、しつこく問い詰めたところ、なんと本命はミユではなくその彼女だと白状したそうだ。恋人の浮気を白状させるつもりが、自分が浮気相手だったと言われ、しかも無理やり白状させられたことに怒った彼氏は、ミユを山道で車から追い出し、その場に置き去りにしたのだ。朝見かけた車に乗ってたようだな。スマホや財布の入ったバッグを車に乗せたまま、ミユだけを降ろしたから、誰にも連絡を取ることができず、山道を歩いて下山するしかなかった。そこへ、あの土砂降りの雨が降ってきて、雨宿りできる場所もなく、ひたすらずぶ濡れになって歩いていたという。あの雨の中、何の装備もなく薄着で歩けば、体は冷え切って体力は奪われる。ふらついて倒れるのは当たり前だ。ミユたちが利用する予定だったキャンプ場は、一番近い集落でも数十キロはある。たまたま俺が通りかかったからよかったが、相手の男はこの危険な状況を予測できなかったのだろうか。俺は同じ男としてミユの恋人の短絡的で軽率な行動に怒りを覚えた。おせっかいかもしれないけど、警察に相談に行った方がいいんじゃないかな。君は分かっていないかもしれないが、今回のこの状況は下手すれば命に関わることだったんだよ。ミユは体をこわばらせて首を横に振る。こんな状況になっているのは彼のせいだって頭では分かっているの。でも気持ちの整理がつかないというか、どうしていいか分からない。それに彼の夢を応援するために結構な金額のお金を渡してしまったの。それが親に知られてしまうのが怖い。なるほどね。今の状況で一番混乱しているのは君だよね。でもさ、相手は最初からお金目的で君に近づいたってことだと俺は思うよ。君の彼への愛情を利用してお金を出させ、都合が悪くなると捨てる。人としても男としても最低だ。君は被害者なんだから、もっと相手に怒りをぶつけていいと思うよ。
そうですよね。そう言って黙り込んだかと思ったら、急に大声を出して泣き始めた。信じていた相手からの手ひどい裏切り行為を受けたのだ。傷ついていないはずがない。彼女が心ゆくまで泣けるように、俺は黙って運転をした。俺は友達も少ないし、これまでに彼女がいたこともなかったから、ミユの心の傷を想像することしかできない。それでも彼女の泣き声から、寂しさや悔しさ、そしてそんな男に引っかかってしまった情けなさが伝わってくるようで、胸が締め付けられる思いだった。俺は迷った末に、その日たまたまダッシュボードに入れてあった通帳をミユに差し出した。こんなもので君の心の傷が癒せるとは思ってはいない。でも通帳の残高を見るたびに、そのくだらない男のことを思い出してしまうと思うんだ。だったらこのお金を抑止力として使ってほしい。どうせ使い道があるわけでもないしね。なんならそのお金で探偵や弁護士に依頼して相手をギャフンと言わせてやるのもいいんじゃないかな。その本命の彼女は何も知らないんでしょ？君ばかりが傷ついて、その彼女は何の疑いも持たずに男に守られているのって、俺には納得できないしね。まあ、君の好きに使うといいよ。そんな、受け取れません。助けてもらっただけでなく、お金までなんて。ミユはすすり泣きしながらも、しっかりとそう答えた。そういうのも無理ないか。見ず知らずの人間からいきなり通帳を渡されて、素直に受け取れるはずがない。実はさっきから君の話を聞いていて、俺はどうしても君の彼氏が男として許せないんだよ。女を食い物にするような奴は最低だし、そういう奴は何回でも同じことをすると思うんだよね。だから、そのお金で相手を懲らしめて、俺のこのモヤモヤをすっきりさせてくれないか？そうですよね。裏切られていたことがショックだったけど、そもそも彼は私のお金が目当てだっただけですよね。冷静に考えてみれば、彼は私に夢とお金のことしか話さなかったわ。泣いたり俺に話すことで気持ちの整理ができてきたのだろう。自宅に着くまでにはミユも前向きな言葉を発するようになっていた。ミユを送り、俺が家に着いたのは明け方になってしまったが、不思議と疲労は感じられず、なんともすっきりとした気分だった。翌週になり、俺はいつものように始業時間の30分前に出勤して、自分のデスクでコーヒーを飲んでいた。すると、俺より先に出勤している課長が、俺のところに来て、一緒にコーヒーを飲み、たわいない話をする。いつもと変わらない一週間の始まりのはずだった。始業時間になり仕事を始めるが、この前のミユのことが気になってしまい、なかなか集中することができない。本命がいるのに付き合って散々貢がせた挙句に、あんな山奥に放置していった最低男をギャフンと言わせるために動いているのだろうか。俺としては山を甘く見ている男を懲らしめてほしいのだが、こればかりはミユ本人が決めることだしな、などと考えてもやもやしてしまう。家しか知らず、連絡先を知ってるわけでもないし、などと考えていたら、課長が慌てた様子で俺のところに来た。富永、お前何かやったのか？親会社から急な呼び出しがかかってるぞ。俺ですか？何にも思い当たることはありませんね。通常業務でも親会社との関わりはないからな。俺も正直戸惑っているんだが、お前は本当に心当たりないんだな。親会社ですよね。
全く見当がつかないですね。入社以来、ずっと親会社とは関わりを持ったことがない俺に、見当がつくはずがない。とりあえず、呼び出しが来た以上は、赴かなくてはならず、その日の仕事を調整すると、俺はそのまま親会社に向かった。親会社に行くと、受付嬢に案内されたのは社長室だった。そこには、すでに三人ほどいて、そのうちの一人が、椅子から立ち上がると、俺に声をかけてきた。君が富永くんだね。私は社長の山本だ。この前は娘が随分とお世話になったようだね。本当にありがとう。あんなところに置き去りにされて、君が助けてくれなかったら、娘はどうなっていたか。本当にありがとう。娘さんですか？何のことかわからず戸惑っていると、奥の席に座っていた女性が立ち上がり、先日はありがとうございました。と頭を下げてきた。そしてその女性が頭を上げた瞬間、ああと思わず声を上げてしまった。その女性というのが山本美優だったのだ。美優は親会社の社長の娘で社長秘書をしているという。そして社長室にもう一人呼び出されていた男が美優を山に置き去りにした元彼だったのだ。朝出社してきたところを捕まえて社長室に連れてきたのだそうだ。神崎君、今度はこの富永君を交えてさっきの話の続きをしようか。交えても何も、さっきも話した通り僕は何も知りません。キャンプ場なんて行ってませんし、その日は実家に帰ってましたよ。お嬢さんには僕の他に付き合ってる人がいたんじゃないんですか？それはあなたでしょ？私も娘の交際についてとやかくは言いたくはないんだけどね。今回は下手すれば美優の命に関わることだったから口出しをしているんだよ。本当のことを言ってくれないか？僕は嘘なんか言ってませんよ。一瞬何に巻き込まれてしまったのだろうと思ったが、どうやら美優の元彼が置き去りにした事実はないととぼけているようだ。君が美優を連れて行った山は、キャンプに慣れた人が好んで入る山で、初心者が行くのは危険な場所だと、スポーツ用品店の人に聞いてるんだよ。そんな山奥に、軽装の美優を置き去りにするなんて、無責任だとは思わないのか。社長のこの言葉で俺がなぜ呼ばれたのか分かった気がした。あの、お話し中にすみません。参考までにお聞きしたいのですが、神崎さんの車の車種って何ですか？キャンパーの間で流行ってる SUV 車だったりしますか？俺がこう切り出すと、神崎はニヤッと笑って違う車種を言ってきたのだ。ああ、その車じゃアウトドアには不向きですね。しかし、すごい偶然ですね。僕、あの日、神崎さんの車と同じ車種の車をキャンプ場に行くときに見ましたよ。でも、同じ車に乗ってる人なんてたくさんいるだろう？でも、運転手はあなたでしたよ。あの日、キャンプ場の少し手前で、車を路肩に止めた時に追い越した車があったでしょ？あれは俺の車だったんですよ。え？あの時の？あの後、美優さんを車から降ろして置き去りにしたんだろ？お前、山を舐めてんのか？山は気温の変化が激しいんだ。雨が降ればなおさら気温が下がる。そんな中に雨具も防寒具も持っていない薄着の彼女を置き去りにする行為がどういうことか
分かってるのか？俺は山を軽く見ている、いや人の命を軽く見ている神崎が許せなくて大声を上げてしまった。後ろめたいことがありすぎる神崎は証拠がないと踏んでとぼける気でいたようだ。しかし俺が現れたことで観念したのか、すべてを白状した。社長令嬢で秘書をやってるミユならお金を持っているだろうと近づき、気のあるふりをして交際を始めたということだった。ミユに貢がせたお金を頭金にして車を買い、その後は本命の彼女との結婚資金もミユに出させるつもりでいたところに、本命の存在がバレてしまい、予定が狂ったことに腹が立って、ミユを山に置き去りにしたというのだ。男の身勝手な理由に社長は頭を抱えていた。そして気を取り直すと、今後は弁護士を通して慰謝料の請求やミユが渡したお金の返還請求をしていくと神崎に伝えた。もちろん会社は解雇だ。事態が収まったので俺は自分の会社へ戻った。これでようやくいつも通りの日常になる。あんな自分勝手な男が野放しになっていいはずがないからな。ところがそれから3日ほど経った日の朝のことだった。部署のドアがいきなり開いたかと思うと、ミユが颯爽と中に入ってきて俺のところへとやってきたのだ。え、どうしたの？富永さん、あなたは今日でクビよ。は？なんで？あまりに突然のことにあっけに取られてしまった。俺がやったことは間違っていたのか？本当は神崎に未練があったのか？などといろいろと考えを巡らせる。するとニヤニヤしながら課長が入ってきて、ドッキリ大成功ですね。軽い冗談だよ。富永は今日付けで親会社に異例の異動だ。そう言ってきた。とは言ってもうちの会社の業績を上げるために親会社に出向する形だ。あの日ミユを自宅に送るときに世間話のつもりだった会話を耳に入れたのだそうだ。テレビで CM を流しているのにその効果が出ていないのは親会社としても見過ごすことはできないと役員会議を開き解決策を協議したという。そして地方の子会社から社員を呼び、親会社の仕事に従事させて子会社との業務の違いなどを比べて改善していくという運びだ。実際給料が安いからと会社を退職していく人間は多い。そこへ来て初任給の安さから新人が入ってくるのも少ない。辞めずに会社に居続けられる同僚はとりあえず給料がもらえるからいるが、仕事に真剣に打ち込んでいる様子がないのがほとんどだ。すっかり負のスパイラルに陥っている。そんな状況を改善する役目を担うのは荷が重いが頑張ってみることにした。親会社に行くとなると親戚のキャンプ場を手伝えないのが少し寂しいが、連休を使ってソロキャンプを楽しむことにしよう。辞令を受け取って2週間後には親会社に移った。知り合いもいないし慣れない環境ではあったけど、仕事にはやりがいを感じた。覚えることは多かったものの、子会社の業績を上げるためには必要なことだと思うと頑張れる。時折様子を見に来てくれていたミユとだんだんと一緒に昼食をとるようになり、親会社勤務に慣れた頃にはキャンプにまで一緒に行くようになっていた。ミユも山が好きでトレッキングサークルに入っていたからキャンプに行くのは抵抗がないらしい。お互い趣味も合い、二人でいるのは心地よい。最初は吊り橋効果みたいな感じで俺に声をかけてきてくれたのかと思っていたが、そうではないらしい。気づけば婚約していて、半年後には式を挙げる。
結婚なんて諦めていたけど、何がきっかけでこうなるか、わからないもんだな。やってくれたな。もういい。お前みたいな無能な奴は、うちの会社にはいらん。覚悟しておけ。身に覚えのない重大なミスの責任を押し付けられ、年下の上司に罵倒された。他の社員たちからの同情の視線が俺に注がれる。俺のせいじゃない。解雇されるかもしれないと怯える日々を送る中、俺の携帯が鳴った。この後、俺の人生は大逆転することとなる。なんだって？そんなはずはない。俺はしっかり確認したぞ。俺の名前は倉木正隆。年は37歳で、今は妻と7歳の娘と暮らしている。仕事はとある食品メーカーの営業部に所属し、レストランや飲食店にワインを卸す業務を行っている。昔からワインが好きだった俺は、国内では飽き足らず、よく外国まで行って、その土地の名産のワインを飲むことが趣味だった。そのため、今の仕事は様々なワインに触れる機会が多く、忙しいながらも楽しく働くことができている。しかし、ある日を境に、穏やかな日々が崩れ去っていった。いつもの朝、会社に出社したと同時に声をかけられる。倉木、今日中にこれやっとけ。その声の主は、高田祐也課長代理30歳。彼は取引先会社の社長の息子で、いわゆるコネ入社なのだが、それでも社長の息子というのを鼻にかけてか、仕事はやりたい放題。さらに自己中心的な性格をしている。以前は広報部に所属し、主任という肩書きを持っていたのだが、当時の部下との間に問題を起こしたという噂があった。そして今はうちの部署の課長代理として異動してきたのだ。あ、はい、わかりました。急に声をかけられたこともあり、戸惑いながらも書類を受け取ろうとすると。ああ、声が小せえよ。もっとはっきり返事しろ。なんでお前はそうやって俺をイライラさせんだよ。と、怒鳴って持っていた書類を俺に投げつけ、舌打ちをしながらどこかに行ってしまった。何かしたという覚えはないのだが、俺は高田課長から相当嫌われているらしい。俺はため息をつきながら散らばった資料をかき集めていると、周囲からは同情の目と囁き声が聞こえる。高田課長って倉木さんに対してなんであんなにきついんだろうね。そうね。でも倉木さんってなんだかマイペースじゃん？出世とか興味ないのかね。そういうとこが課長にとっては気に入らないんじゃないの？と好き勝手言ってる奴もいた。俺は今まで自分のペースで仕事をやってきたし、誰にも迷惑をかけたこともない。しっかり仕事はしていると自負している。まあそれを周りに誇示する必要もないし、噂話なんか勝手にすればいい。そんなことを考えながら、俺は資料を片付け、自席に座り仕事を始めた。そんなある日のこと、いつも通り出社したのだが、なんだか周りの様子がいつもと違っていた。同僚たちの慌ただしそうな姿が目に入る。
そんなことを思っていると、同僚の一人が俺のところにやってきて、小さなメモを渡してきた。倉木さん、大変ですよ。何かあったの？とにかく、それを見てください。俺は渡されたメモを見た。そこには、昔から取引している有名レストランからのクレームに関するものだった。クレームの内容は、納品数が足りていないというものだった。ワインを30本注文していたのに、3本しか納品されていないそうです。今日団体のお客様がいらっしゃるらしくて、ワインが足りてないと相当お怒りのようです。なんだって？そんなはずはない。俺はしっかり確認したぞ。今まで俺はこんなミスはしたことがない。ましてや発注数を一桁間違えるなんてことは考えられなかった。ありえないクレームに、俺は頭の中がパニックになってしまった。とにかく俺は急いでパソコンを起動させ、発注書の確認をした。しかしそこには、発注数3本と記載されていた。そんな。俺は頭から全身にかけて血の気が引いていくのが分かった。それと同時に、フロア中に響くほどの怒号が聞こえた。倉木、何やってくれたんだ、この無能が。課長、俺は確かに30本って。言い訳はいい。とにかく残りの27本を何としてでもかき集めてこい。わかったら早く行け。高田課長に怒鳴られながら、肩をドンと押され、俺はよろけてしまった。その際に腰あたりをデスクにぶつけてしまったが、痛みよりも早く何とかしなくてはという気持ちで、それどころではなかった。俺は急いで自席に戻り、問屋に電話をかけた。イタリア産の高級ワインだ。27本も集められるか不安だったが、俺はとにかく契約している問屋に手当たり次第電話をかけた。はい、はい。急なお願いで申し訳ありません。在庫をあるだけお願いします。はい、ありがとうございます。すみません、至急お願いします。そして、俺はなんとか不足分の27本を集めることができた。そしてすぐにレストランへ向かった。待ち構えていたオーナーに深く頭を下げ、何度も謝罪したのだが。なんでこんなミスをしたんだ。ありえないだろう。危うくお客様に迷惑をかけるところだったんだぞ。本当に申し訳ありませんでした。もういい。今後の取引は考えさせてもらう。今日はもう帰ってくれ。そう言ってオーナーは店の奥へと去って行ってしまった。とんでもないことをしてしまった。俺は肩を落とし、会社へと帰って行った。会社に着くと、高田課長が仁王立ちして、俺を待ち構えていた。やってくれたな。この度は、ご迷惑をおかけしてしまい。もういい。お前みたいな無能な奴は、うちの会社にはいらん。覚悟しておけ。そう怒鳴り散らすと、高田課長は去っていった。俺は、うなだれながらデスクに戻ると、遠くの方から高田課長の声が聞こえた。どうやら部長と話しているらしい。
あんな奴がうちの部署にいても迷惑です。今すぐ処分をお願いします。ああ、俺に何かしらの処分が下されるのか。クビになったりするのだろうか。今までに大きなミスなんてしたことはなかった分、今回のことは自分でもショックだった。今回のことで解雇されたら、妻たちには何て言おう。次の仕事先も考えておかないと。その後は迷惑をかけてしまった同僚たちに頭を下げて回り、とりあえずその日の仕事をこなして退勤した。就業時間間際に高田課長から、明日からしばらく会社に来るなと言われ、俺は有給消化をすることにした。家路を歩いている中、俺は妻たちに今日のことをどう説明するか悩んでいた。クビになったら妻は俺に愛想を尽かしてしまうだろうか。娘の将来は。そんな不安でいっぱいになり、朦朧としながら家に着いた。お帰りなさい。パパ、お帰り。二人が満面の笑顔で出迎えてくれた。俺は精一杯笑顔を作って、ただいま、と返事をした。今日は遅かったわね。忙しかったの？うん、まあね。どうしたの？なんか顔色も悪いし、何かあったの？妻のその問いかけに、心臓がドクンと脈打った。あ、まあ、後で話すよ。俺はそう言って、そそくさと部屋に入っていった。部屋着に着替え、リビングに行くと、テーブルの上には夕食が並べられていた。さあ、できたわよ。いただきましょう。三人で席に座り、いただきます、と言って食事を取り始めた。しばらく黙々と妻の作った料理を食べていたが、やはりちゃんと話さなきゃいけないと思い、俺は箸を置いて話し始めた。今日な、会社ででっかいミスをしちゃってさ、いろんな人に迷惑をかけちゃったんだ。それでさ、何かしらの処分を受けるかもしれなくて、最悪クビになるかもしれない。自宅謹慎を命じられたから、明日からしばらく会社には行けないんだ。俺はそこまで言ったが、妻たちの反応が怖くて下を向いてしまった。少しの間を置いて、最初に口を開いたのは娘だった。パパ、明日からお仕事行かなくていいの？え？ああ、うん。そうなの？じゃあ私、遊園地に行きたい。思ってもいなかった反応に、俺は戸惑ってしまった。そして、妻の顔を見ると、目を見開き、驚いた表情をしていたが、すぐに柔らかい笑顔になって、そうね、しばらく休めるならよかったわ。最近働き詰めだったし、少しゆっくりしていいんじゃない？俺は妻のその言葉に驚き、そして泣きそうになってしまった。愛想を尽かされるのを覚悟していたのに、こんなに優しい言葉をかけてもらえるなんて思ってもいなかった。その横で娘は遊園地に行けるとはしゃいでいる。そうだな。最近残業も続いていたから遊んであげることもできなかったしな。妻には
家事も育児も任せっきりだったし。気を使ってくれたとはいえ、俺は二人のその反応に救われた。せっかくの休みだ。家族のために使おう。俺はそう気持ちを切り替えて、今度みんなで遊園地に行く計画を立てることにした。食卓は一気に賑やかになり、幸せな時間が流れる中、俺は仕事でこんな優しい家族を大事にできていなかったことを反省した。そして少しほっとした気持ちでその日を終えることができた。有給休暇を消化中のある日のこと、突然携帯に着信があった。会社からだ。俺はとうとう処分が下されるのではと思い、少し震えながら電話に出た。もしもし、倉木です。ああ、倉木さん、お休み中すみません。相手は同じ部署の同僚からだったのだが、何やら慌てている様子だった。いえ、大丈夫ですけど、何かあったんですか？急で申し訳ないんですが、今すぐ会社に来ていただけませんか？え？今からですか？はい。社長がお話ししたいことがあるとのことで。社長が？わかりました。今から行きます。何事かと思ったが、俺はすぐに着替え、会社に向かった。1時間後、会社に着くと、先ほど電話をくれた同僚が出迎えてくれ、そのまま社長室に案内された。歩きながら同僚に、俺が呼び出された理由を尋ねた。それが、先ほど営業部に社長が来たんです。そして、倉木くんはどうした？なぜいないんだ？と高田課長が問い詰められ、先日の件を説明したところ、すぐ呼び戻せということになりまして。その話を聞く限り、俺はクビになるわけじゃなさそうだ。しかし。そして、社長室に着き、扉を開けると、そこには社長と高田課長がいた。社長は、俺と目が合うと、にこやかな表情になり、倉木くん、休み中に呼び出してしまい申し訳ない。ああ、いえ、大丈夫ですが、これは？僕は首ってことではないんですか？俺は状況を飲み込めず、社長に変な質問をしてしまった。社長は一瞬驚いた顔をしたが、すぐに笑い出し。何を言っているんだ。そんなわけないだろ。今日はな、君にやってもらいたいことがあるんだ。社長はそう言って、一台のパソコンを開き、俺の方に見せてきた。パソコンの画面に表示されていたのは、俺がよく使うワインの発注画面だった。そして、その画面をよく見ると、あることに気づいた。なんか、発注の件数少なくないですか？そうなのだよ。ところで、高田くん。はい、何でしょう。君にこの発注をやってもらっていいかね？社長はそう言って、高田課長に一枚のメモを渡した。発注？はあ、まあいいですが。高田課長は少し不服そうに、社長からメモを受け取り、パソコンの前に座った。そして、メモを見た高田課長は、そのまま固まってしまった。え？何ですかこれ？何語で書かれているんですか？
私には読めないんですが。そう慌てる高田課長をよそに、社長は。じゃあ、倉木くん、君にお願いしよう。そう言って、高田課長からメモを取り上げ、俺に渡してきた。社長、こんな奴にできるわけないですよ。私だってできなかったのに。そう意見する高田課長に、社長は声を低くさせ。いいからそこをどきたまえ。と一喝した。高田課長はしぶしぶ席を立ち、俺と入れ替わり、受け取ったメモを見た。ああ、これはフランス語の注文ですね。少々お待ちください。俺はそう言って、カタカタとキーボードを打って、画面の各項目を入力し始めた。はあ？フランス語？お前、フランス語読めるのか？俺は高田課長の問いかけを無視し、発注処理を完了させた。さすがだね。それじゃあこれらもお願いするよ。そう言って数枚の注文書を受け取り、俺は続けて入力作業を行った。これはスペイン産のワインですね。あとこれはイタリア産のか。そう独り言を言いながら、黙々と発注処理をしていった。さすが倉木くんは仕事が早いな。倉木くんが不在の時は他の者にもやってもらっていたんだが、やはり語学力に長けていないと難航してしまってね。助かるよ。その光景を見て、高田課長は口を開けてポカンとしていた。嘘だろ。なんでお前みたいな奴が。え？僕、ワインが好きで、資格も持っているんですよ。資格？はい。ワインソムリエの資格を持っています。なので、ワインに関する外国語の読み書きは、大体できますよ。な。高田課長は、信じられない。という顔をしていたが、俺は特に反応せず、確認しながら発注手続きを行い、すべて完了させた。社長、すべて終わりましたよ。俺は処理を終えたことを社長に伝えながら画面を見ていると、あることに気づいた。今までは特に気にしていなかったが、この発注画面は、登録が完了すると、発注履歴及び最終更新履歴が表示され、記録に残るようになっていた。最終更新履歴。俺は、ぼそっと独り言を言いながら、以前俺が発注ミスをしてしまった発注画面を開き、履歴を確認してみた。画面に表示された最終更新者は、高田裕也となっていた。高田課長？なんであの時に気づかなかったのだろう。混乱していたとはいえ、もっと冷静になって確認しておくべきだった。俺は驚き、パソコンから顔を上げると、高田課長と目が合った。高田課長、あなただったんですね。は？何を言ってるんだお前。あなたが発注数を改ざんしたんですね。俺が問いただすと、高田課長は苦虫を噛みつぶしたような表情になった。何を言ってるんだお前は。今さっき俺が文字が読めなくて発注ができないことが分かっただろう？文字が読めなくたって、発注数を変えることぐらい誰にでもできます。じゃあ、俺がやったという証拠でもあるのか？
認めない高田課長に対し、俺はその画面をプリントアウトし、机に叩きつけた。これが証拠です。その一枚の紙を社長が手に取り確認した。高田君、これはどういうことかね？社長、それは。処分を下さねばならないのは君の方だったようだね。この件は君のお父さんにも伝えておくよ。覚悟しておきなさい。社長がそこまで言うと、高田課長はガクンと肩を落とし、そのまま社長室から出て行った。倉木君、迷惑をかけてしまって申し訳ない。いえ、社長が謝ることではありませんので。とりあえず僕はこれまで通りに働けるってことですかね。社長は笑いながら、当たり前だろう。これからもよろしく頼むよ。そう言って社長は俺と握手をしてくれた。ああ、社長、少しお話があるのですが。ん？なんだね？俺は社長に一つの提案と一つのお願いをした。提案とは発注方法の整備だった。俺が不在の時でも発注処理が滞らないよう、語学力がなくても発注できるようにマニュアルを作成することにした。取引先から注文されるワインは大体決まっているため、それらの名称を語学ごとにリスト化したり、過去の発注書を検索し、それらを引用して発注処理をできるようにシステムも変更してもらった。あとは俺が同僚に引き継ぎをすれば、そこまでの問題は起こらないだろうと考えた。そしてお願いというのは、引き継ぎ業務を終えたらまた数日の休日をもらうことだった。これは社長も心よく了承してくれた。それからというもの、娘との約束をできるだけ早く果たしたい一心で仕事に没頭した。そんなある日、俺の携帯に着信があった。相手は社長からだった。倉木くん、忙しい時にすまないね。いえいえ、どうしたんですか？実はな、君に伝えてほしいと頼まれたことがあってな。それは、あの発注数を一桁間違えて納品し、迷惑をかけてしまったレストランのオーナーからだった。オーナーは、あの時は頭に血が上って、強く当たってしまったが、冷静になってみたら本当にそんなミスをするか疑問に思ったというのだ。後日会社に連絡があり、事情を聞いたオーナーは謝罪の言葉と今まで通りまたうちの会社と取引をしたいと申し出てくれたというのだ。そうだったんですね。それは良かったです。その時にふと思い出したことを聞いてみた。ああ、そういえば高田課長ってどうなったんですか？事実が発覚したあの日から、俺は高田課長の姿は見ていなかった。ああ、彼かね。彼は。社長の話では、高田課長は平社員への降格処分を言い渡され、遠方の支社へ左遷されたらしい。数日はそこで働いていたらしいのだが、本人のプライドが許さなかったのだろう。自主退職したそうだが、父親の会社からも受け入れを拒否されたらしく、今は転職活動中らしい。
では失礼します。電話を切った俺は椅子の背もたれに体重をかけ背伸びをした。誤解も解け、高田課長もいなくなったことで俺はまた平和な日常を取り戻すことができたのだ。それから数日後、俺は約束通り家族で遊園地に来ていた。引き継ぎも順調に進み、仕事に余裕ができたことで、予定より早く俺は数日間の休暇が取れることになったのだ。パパ、あれに乗ろう。そう言って、俺と妻の手を引っ張る娘の姿を見て、微笑ましく思う。家族に打ち明けた時、二人とも俺のことを否定せずに受け止めてくれた。家族の優しさが俺を救ってくれたのだ。俺は二人がこれからも幸せに暮らしていけるよう頑張っていこうと改めて決心した。何が本社期待の新課長だ。こんな初歩的なミスをやらかすバカがいるか。罵声を浴びせられた新課長は呆然と立ち尽くす。彼女はごめんなさいと謝罪するが、一体どうしたらいいかわからない様子だ。よし。だから俺は電話を取り、ある場所へ連絡する。もう大丈夫ですよ。それから数分後、俺は彼女に微笑みを送った。発注ミスの方、ちゃんと解決できました。え？あなた、一体何者なの？当然、新課長は理解できない。しかし、その一方、一人だけ例外がいた。本社期待の星が、どう責任を取るおつもりですか？俺は春田さとし。商社の営業部に勤めているが、俺の扱いは冴えない窓際社員。43歳という年齢が、その扱いに拍車をかけている。入社から数十年が経ったが、俺は結婚することもなく独身貴族。当然、周囲は俺にキーな視線を向けているのであった。バリバリ働くことが美徳という風習もあるが、正直、俺はごめんこうむると思っている。毎月の生活に困らず、過労死することもないくらいがちょうどいいのだ。どれだけ大金を稼いでも、体を悪くしたり、病気になったりしたら、元も子もない。同僚たちの中には、あの人さあ、と、ひそひそ話をしている者も多い。だが俺は、それらを耳にしつつも、勝手に言っていればいい、と思って、気にしていない。俺は、俺の人生を、好きなように生きているだけなのだから。そんな日々が続く中、俺が所属する営業部に新しい課長がやってきた。その名は坂本さん。現在32歳の女性だ。女性かつそんな若さで課長に抜擢されるのだから、よほど優秀な人間なのだろう。坂本さんは俺とは違ってどこまでも真面目な努力家だった。どんな仕事にも積極的に取り組み、猛烈な勢いで部下たちからの信頼を勝ち取ったのである。この人に任せれば万事安泰だろうな。文字通り脱腕を振るう彼女を見て、俺はのんきにもそんな感情を抱いた。坂本さんは俺とは何もかも真逆だ。
無気力な俺と違って常にエネルギッシュだし、活力にあふれ、自分からどんどん新しいことを覚えたり始めたりしている。人から言われるまで何もしない俺とは雲泥の差。正直、人は人と思っている俺でさえ、内心少なからず思うところがある。しかし、予想外の事態が起きてしまった。才色兼備かつ、どこまでも優秀な坂本さんでも対応できない事態が。ある朝、いつものように出社した俺は異変に気づいた。事務所の中にただならぬ空気が漂っているのである。みんな思い詰めたような表情をしているし、中には泣きそうな者もいた。今の会社に入ってからそれなりの時間を過ごしているが、こんな彼らを見るのは初めてだったと思う。何かあった？恐る恐る俺が聞くと、同僚は参ったよと肩をすくめた。例によって彼も思い詰めたような表情だ。それ本当か？ああ。同僚曰く、大口の取引先である会社から今日届くはずの商品がまだ納品されていないという連絡があったらしい。確かにそんな書類を見た記憶があるが、でも納品日は6月2日だったはずだぞ。当然今日の日付は6月2日である。普通なら届いていないとおかしいはずだ。どういうことだ？何か引っかかるものを感じた俺は、パソコンを起動させて、あるものを確認し始める。それは、スキャンされ、PDF 化されている発注書のデータだ。おいおい。そして、該当のデータを確認した俺は、思わず困惑の声を発してしまった。どういうわけかは知らないが、納品日は6月20日となっている。明らかに後から書き足されたものだった。嫌な感じがする。書き足された部分の筆跡は、誰がどう見ても他の部分とは違う。何者かが何らかの意図を持って書き足したのは明白だった。しかし誰が、何の目的で？申し訳ありません。本当に申し訳ありません。ふとそんな声が聞こえてきたので、俺は周囲を見回す。視線の先にあったのは、電話口に平謝りを続ける坂本さんだ。本当に。この案件の責任者は彼女だから、その顔は完全に青ざめている。声だってひどく震えていた。泣き出したっておかしくないようなありさまだ。今回の取引先は大口も大口。そこでやらかしたとなると、彼女の失態は非常に深刻なものだ。今後の取引中止だって考えられる事態かもしれない。大丈夫ですよ。だから俺は彼女に歩み寄り、静かにそう告げる。今は少しでも彼女を落ち着かせる必要がある。え？大丈夫です。落ち着いて。俺は彼女を落ち着かせようとしたが、それを邪魔する者が現れた。突然事務所内に、新課長とやらもこのざまかという声が響き渡ったのである。
本社期待の星が、どう責任を取るおつもりですか？声の主は営業部でトップの成績を残す綾瀬だ。彼は優秀な社員だが、とにかく癖が強い。綾瀬は、優秀な人間は無能な人間を好きなだけ侮辱してもいいと思っている節があり、俺自身彼から何度も侮辱的な言葉を浴びせられた経験を持つ。正直、俺は綾瀬のことが嫌いだし、できることなら関わりたくない類の人間だ。あなたはとんでもない大失態をやらかした。会社の存続すら危うくさせている。かなり強い口調だったから、坂本さんは言い返せないどころか完全に萎縮してしまった。一方俺は、そんなやりとりを尻目に、ある場所へ電話をかけた。坂本さん、いや、会社を救うために。ありがとうございます。それでは。そして数分後、俺は受話器を置く。明日中に納品できます。ひとまずこれで大丈夫ですよ。え？当然、俺が口にした言葉を受けて、皆唖然としていた。言ってしまえばボンクラの俺が、あっさりと事態を解決してしまったことに驚いているらしい。中には、本当なの？と疑っている者もいる。ですが、謝っておく必要があるでしょう。一緒に部長室までお願いできますか？ええ。翌日、取引先への納品は無事終了し、両者の関係も修復された。これにて一件落着というやつだ。ところで、俺はこの件に関するお礼として、坂本さんから食事に誘われたが、ある程度食べ終わったタイミングで、彼女はそう切り出してきた。多分そうなるだろうと予想はしていたが、俺は参ったなぁと内心思う。あなたは一体何者なの？何者って。俺は慌てて、知人に相談しただけです。特別なことなんて何もしてません、と返した。だが、坂本さんは納得していない様子だ。引き下がることなく、嘘よ、絶対違う、となおも食いついてくる。わかりました。ここからお話しすることは、他言無用でお願いしますね。俺はそう念押しした上で自分の正体について語る。苦々しいし内心思うところが多々あるが、ここは素直に言うのが筋だろう。それに素直に言わなければ坂本さんは引き下がってくれないに違いない。俺の正体、それは全国に支店を持つグッズ販売会社、その社長の次男である。客観的に言えば、商社で窓際族をやっているような身分ではない。実際、実家からは、役職を用意してやるから、さっさと戻ってこい、と定期的に連絡が来る。俺はそのすべてを無視してはいるが、そうなの？ええ。兄が会社を継いだから、俺は気楽な平社員生活ですが。いろいろ抱え込んだり、責任を背負い込むことを嫌う俺は、できることなら実家と距離を置きたかった。だから実家を離れ、
この商社でボンクラを装い、毎日を送っている次第。俺はそこまで話した上で、まあそれはさておき、と話題を切り替える。今回のトラブルですが、これは坂本さんのミスではありません。私のミスじゃない？どういうこと？何者かが仕組んだものです。何者かが仕組んだ？はい。残念ながら、そうとしか考えられません。俺は坂本さんにうなずきを送った後、その足で会社に戻った。重い足取りと胸中。だが、こればかりはもう仕方ない。これを印刷してください。わかったわ。そして、あるものを印刷した上で、綾瀬に声をかける。少しいいかしら。坂本さんから声をかけられた綾瀬は、ビクッと体を動かす。そして、あるものを見せられるや否や、顔面蒼白となった。それは。あるもの。それは、印刷された発注書のデータである。お前、坂本さんを陥れるために、発注書の日付を書き換えただろう。俺は、揺るがぬ証拠を突きつけたつもりだったが、綾瀬は、またまた、と苦笑する。彼の表情には、絶対的な自信と、俺たちへのあざけりが見え隠れしていた。むちゃくちゃなことを言わないでください。そんなの証拠になりませんから。そうか？予想通りの反応だったから、俺は次の手を披露する。こいつがそんな風に言って責任逃れを図るのは予想済みだ。じゃあ、これならどうだ？続いて俺が差し出したのは、綾瀬のゴミ箱から拾ったメモ帳。そこには、打ち合わせの時間らしい時刻が記してある。何が言いたいんですか？お前のゼロの書き方には特徴がある。こんな書き方をするのは、この会社でお前ただ一人。何か弁明はあるか？俺が強い口調で言い放つ一方、綾瀬は、ダメだったか、と失笑した。その声色から、反省や後悔はまるで伺えない。本当にどうしようもない奴だし、こんな奴と肩を並べて働いていたことに寒気がする。何よ、その言い方。単純に言うとね、あなたは邪魔だったんですよ。綾瀬は続ける。本当なら、俺が課長になるはずだった。それが現実はどうです？課長になったのは、本社からしゃしゃり出てきたあなただ。こんな理不尽な話がありますか？水面下で情報を仕入れていた綾瀬は、自分が次期課長であると信じていた。しかし、実際には坂本さんが課長になったから、それが気に入らなくて、蹴落とそうと考えた次第。全く幼稚であり、どこまでもどしがたい。この後、綾瀬は責任を問われる形で解雇。その後の行方は誰も知らない。一方俺は今日も窓際生活を送っている。坂本さんから昇進を打診されたが、俺はやんわりとそれを辞退した。バリバリ働くのも悪くない。だが俺にはやはりこのポジションが性に合っている。窓際族だってそんなに悪いものではないのだ。
俺は大手食品メーカーの情報システム部というところに所属していて、自社のウェブサイトの管理や運営、社内で取り扱うデータのセキュリティを管理している。俺はこの部署での仕事が好きだったし、周りからも優秀なエンジニアとして支持されていた。忙しいながらも充実した日々を送っていたのだが、ある日課長から呼び出された俺は突然異動を命じられることになる。俺の頭の中は真っ白になった。不正アクセスをしているのは林課長ではありません、他の人間です。俺の名前は中島智也、今年で42歳になる。大手食品メーカーの情報システム部というところに所属している。情報システム部とは、自社のウェブサイトの管理や運営、社内で取り扱うデータのセキュリティを管理している部門だ。その部署で俺はシステムやネットワークの見直しを企画する立場であり、嬉しいことに周りからは優秀なエンジニアとして支持されている。だが、そんな平穏な生活の雲行きが怪しくなってきたのは、一通の社内専用チャットからだった。ある日のこと、営業部門から自社のウェブサイトが閲覧できないとの問い合わせが来た。俺は原因追及に取り掛かろうとすると、他の部署や顧客からも同様の問い合わせが殺到したのだ。問い合わせの対応を他の社員に任せて、俺は1秒でも早く原因を見つけようと必死だった。サーバー構築を依頼している会社にも調査を依頼したり、サーバーを開設しているプラットフォームに問い合わせをしているだけで1日が過ぎてしまった。これによって情報システム部には緊急対応チームが結成され、互いに持ち寄った情報や手がかりをもとに会議が開かれた。しかし、それでも原因は不明。結局、自社のウェブサイトが閲覧できるようになったのは、トラブルが発生してから2日も経ってからだった。そしてその後の調べで、うちの社内にサイバー攻撃が仕掛けられたことが原因だったということが判明した。緊急対応チームに招集された俺は、寝る時間もなく調査をしていたため疲労困憊だったが、報告書も今日中にまとめなければならない。極限の疲労と睡魔に襲われながら、俺は栄養ドリンクを片手になんとか報告書を仕上げることができた。自宅に帰り、一瞬で眠りについた俺は、次の日いつも通り出社した。すると、情報システム部の課長である鳥越さんに俺は呼び出された。俺が鳥越課長と共に会議室に向かっていると、なぜか周りの社員は心配そうな表情で俺のことを見つめてきたのだ。どうしたんだろうと思いながらも、心当たりのない俺は課長を追った。会議室に入った瞬間、突然課長は立ち止まり、くるりとこちらを振り返ると、中島君、君には今回の責任を取ってもらう。資料整理部に異動だ。あまりにも急なことで、俺の頭の中は真っ白になった。そもそも今回のトラブルに関しては、俺は一切悪くないはずだ。その場から動けなかった俺に、課長は異動の理由を述べた。社内にサイバー攻撃が仕掛けられたのは、情報システム部の管理が甘かったからと上層部が言ってるらしく、情報システム部内にて何かしらの処置をしたという記録を残すために俺を異動させるらしい。他の社員の心配そうな表情はこのせいか。そんな理由を聞いて、素直に分かりましたと言えるはずもなく、俺は課長に強く反論した。今回のトラブルの原因は、僕が以前から指摘していた脆弱性への対応がされていなかったせいです。対応がされていなかったのは課長ではないですか。なんだって、君は私のせいで今回のトラブルが発生したと言いたいのか。まさか反抗されると思っていなかったのか、課長は驚いた顔をした。鳥越課長は情報システム部に移動してきたものの、
システムへの知識はほぼなく、部署の人から提出された報告書や相談も面倒だと判断すれば、何かしらの理由をつけて即却下するような人だ。今回の原因となった脆弱性についても、俺は前々から相談していたのに、課長は今まで問題がなかったのだから、今すぐ処置する必要はないと言って却下されたのだ。俺は SE という職業自体が好きだし、自社の顧客や社員の情報をセキュリティによって守っているということにも誇りを持っている。だから情報システム部を離れるなんて俺には考えられなかった。とにかく君の移動は決定したんだ。来週にはもう君の席はないと思っていなさい。それだけを言い残し、鳥越課長は会議室を出て行った。今まで必死にやってきた結果がこれか。と俺は自分の拳をぐっと握りしめ、悔しい気持ちを押し殺した。そして俺が異動になった資料整理部は、誰も立ち寄ることがないほど社内の一番奥にある物置を無理やり部屋にしているのだ。社員は3人と課長の林さんの合計4名しかいない。業務内容としては、会社がこれまでに発行してきた膨大な量のグルメ雑誌や料理のレシピなどをひたすらパソコンに打ち込みデータ化することだった。移動初日、俺は資料整理部に行くと早速林さんから挨拶された。はじめまして、中島くん。あなたは仕事ができる人間だって各方面から聞いているわ。いやいや、そんなことは。こちらこそよろしくお願いします。軽く挨拶を済ませ、林さんから仕事の手順を説明される。彼女曰く、この部署は追い出し部屋と呼ばれていて、達成が難しいノルマを課すことで社員を精神的に追い詰め、自主退職させているのだという。情報システム部に戻りたいと思ってるかもしれないけど、上の人たちは私たちのことをクビに従っているの。だからまずは辞めないっていう意思表示をするために、ここでの仕事をしっかりこなすことね。遠くを眺めながらどこか寂しそうな表情の林さんを見て、この人も何かあったんだろうと俺は悟った。それでも彼女の言ってることは間違っていないと思った俺は、教えてもらった作業に真剣に取り組んだ。少し作業を進めているとツールが使えそうな場面があり、俺は林さんに提案をした。課長、このツールを使えば紙の資料を一瞬でデータ化できるので、作業時間がかなり短縮できるかと思います。そんな便利なものがあるんだ。みんな、中島くんから説明を聞いてその通りに作業してみてくれる？俺は他の3人にもツールの使い方を教え、実際に作業してもらうと、いつも丸1日かかっている作業がたった半日で終わったのだ。さすが情報システム部門の SE ね。仕事ができるってのはただの噂じゃなかったみたい。俺にとっては些細なことだったが、みんなの役に立てたということに喜びを感じた。俺はこの部署に移動してきた時、一人で淡々と作業して成果を上げて情報システム部に戻ろうと考えていた。しかし林さんの話を聞き、この部署の社員は俺と同じように不当な待遇を受けたにもかかわらず、ここでの仕事を一生懸命頑張っているんだと思った。それと同時に、俺はここにいる社員たちと共に頑張っていきたいと強く決意した。それから一週間が経ち、ここでの仕事にも慣れてきた頃、いつも通り仕事を始めようとしていると、突然部屋に役員が入ってきて、林さんの目の前にどっしりと立ちはだかった。林くん、ちょっといいかな。君が社内データに不正アクセスをしているという疑惑が出ているんだ。資料整理部の社員は目を丸くしながら、彼女が連れて行かれるのをただ眺めていた。そして林さんが帰ってきたのは、それから数時間後のそろそろ定時を迎えるという時間だった。
林さんは朝から夕方まで会議室で尋問されていたようで、さすがの彼女も疲れた様子だった。ちょっと課長、どういうことですか？俺に続いて他の社員も林さんに駆け寄った。なんかありもしない疑いをかけられちゃったみたい。林さんの話によると、普段仕事では使用しない顧客データに彼女のアカウントから何度かアクセスした履歴があり、そのログも残っているという。当然そんなことをしていない彼女はすぐに否定したそうなのだが、彼女は社長から、確か君はこれまでにも不正アクセスの疑惑があったよな。ここで正直に告白すれば自主退職扱いにしてあげるよ。しかしこれ以上認めないのであれば君はクビだ。林さんはもともと営業部のエースだったらしい。しかし今回のような記憶にない社内データへの不正アクセスの噂を広められ、この部署に移動してきたというのだ。そして彼女は営業部の頃の出来事を俺に語ってくれた。ある日林さんは突然鳥越さんに呼び出されたそうだ。林さん、ちょっとだけいい？情報システム部の課長が自分に何の用だろうと不思議に思いつつ、会議室までついていくことにした。そして会議室に入ると、そこには営業部の部長も座っていたらしい。担当外の顧客データに林さんのアカウントから何度もアクセスしたという履歴が確認されました。営業部としてどう対処するか今から部長から話していただきます。ちょっとどういうことですか？私はそんなことしていません。鳥越くんの言ってることが本当であれば、それは決して許されることではない。君には資料整理室に移動してもらう。納得がいきません。ちゃんと調査してください。林さんが何度も再調査を依頼しても、情報システム部内で調査した結果のため間違いないと言われ、結果が覆ることはなかった。少なくとも俺と林さんの二人がありもしない罪によって移動させられている。そして俺は鳥越さんの情報システム部内で調査したという言葉に違和感を感じた。林さんが移動を命じられた頃、俺は情報システム部にいたはず。しかし当時不正アクセスの話や林さんの名前が部内に出てきた記憶がない。これは何か裏がありそうだと思った俺は、密かに調査することを決めた。そして数日後、林さんは再び社長に呼び出された。彼女はメンタル的にもかなりダメージを負っていたため、俺も彼女についていくことにした。失礼します。林さんは緊張した様子で社長室に入ると、そこには役員と鳥越課長もいた。お、やっと罪を認める気になったか。横にいる林さんが悔しそうに唇を噛むのを見た俺は一歩前に出た。ちょっと待ってください。不正アクセスをしているのは林課長ではありません。他の人間です。なんだと。俺は情報システム部のかつての同僚と密かに情報収集していて、集めたデータを社長と鳥越さんに提示した。興味深くデータを確認する社長と、突然落ち着きがなくなる鳥越さん。1枚目は林課長に許可された権限です。ご覧の通りアクセス権限がないため、彼女のアカウントで顧客データにアクセスすることは絶対に不可能です。社長は眉間にシワを寄せて考え込む。そして2枚目が不正アクセスしているアカウントのログになります。以前からたびたび顧客データにアクセスしていて、このアカウントの主は最近高級車を購入されたようですね。そのアクセスログに載っていたのは誰もが知る人物だった。そうですよね、鳥越課長。
はあ、お前適当なこと言うなよ。こんなの嘘のデータだろ。鳥越さんは勢いよく机を叩き怒鳴った。データはこれだけではありません。3枚目は鳥越課長がデータをコピーしたというログで、4枚目はそのデータを競合他社に送信したログです。いい加減にしろ。そんなのはデタラメだ。そうですか、デタラメですか。ではご自身のアカウントでこのログに書いてある日付の履歴を見てもらえますか。きっと顧客データへのアクセスした履歴が残ってると思います。俺が鳥越さんにそう言うと黙って聞いていた社長が口を開いた。林くん、中島くん、私の確認不足だったようだ。本当に申し訳ない。君たち二人の異動はすぐに取り消す。そして鳥越くん、詳しい話を聞かせてもらおうか。社長も林さんが犯人ではないことを確信したようだ。すると鳥越さんは顔を真っ青にして膝から崩れ落ちていった。その後社長は鳥越さんを警察に突き出し逮捕されたという。中島くん、本当にありがとう。なんかミステリードラマの謎解きみたいだったよ。いや、そんな大げさな。でも林さんの疑いが晴れてよかったですよ。こうして俺は情報システム部に、林さんは営業部に復帰するという事例が出され、資料整理部の他の3人の社員も俺と同じ情報システム部に配属されることになった。そして俺は情報システム部に戻るのと同時に課長に就任することが決まった。鳥越さんがいなくなったことで部内の雰囲気は明るくなり、みんな生き生きと働いている。俺は自らセキュリティ改善のプロジェクトを立ち上げ、資料整理部で共に働いたメンバーを補佐につけた。そしてその後プロジェクトは見事大成功に終わり、社内システムは今までよりもセキュリティレベルが上がり、安心できるものとなった。今後は林さんや俺のような被害者を出してはいけない。俺は今回の一件で社内のセキュリティを守ることが従業員を守ることになるということを知ったのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。